はい、どうもこんにちは、僕、クンゲームでございます。ということで、今回はね、マイクラブやっていきましょう。ということで、今週ね、新スカットですね。新スカットが誕生というかね、今週結構メンツいいですね、なかなか。ということで、クリバリをサイドバック起用というか、ちょっとマティッチじゃねえ、アバーテがダメだから。あ、ロナウド好調か。ロナウド好調ならロナウドかな。ラガーゼと、まあ、ジェイゴ・コスタ絶頂なんでね、ちょっと使っていきたいと思います。どんな感じかね。あんま使ったことないんですけどね。で、メッシ、お、いいね。メンツ結構いい。キエリーニを今回ね、採用してますね。あー、でもあれだな。クリバリがいいか、真ん中は。これでいこう。キエリーニ左利きだけどね。まあいいか。今週 A 多いんでね、結構。ジェイゴ・コスタ、メッシ、サンチェス。あ、そんな A は多くないか。ルーカス・モーラ、ラガゼット、ネイマールとか結構いるんでね。頑張っていきましょう。ということで、お相手のレート確認してないね。してないよ、エンジュさん。781、強いね。負けられない、負けられないように、負けないように、頑張るしかない。頑張るしかないんごらん。頑張るしかないんごらん。ナインゴラン、頑張るぜ。とりあえず今回はね、注意する選手、お相手の選手はね、あー、てか相手メンバー見てなかった。しくった、しくじりマンボウ。本日ワレアモスク、の試合はカハカバワーレバアイコモンスジアク、トルドムン、コナミどスういタうジ意味アムだよろりお届けしてまいります。解説は北う。さあ澤さあ、さん、新スカッ今日トジョン初ク試リ合、アとゲブールゲスンもを入り外ましす。ていく。北澤さん、よろしくお願いいたします。やよろしくおべ、願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。ちょっとね、緑、相カハ手カのバーね、対ユボルニシフアォドールムトムン、緑だから、ちょっとだけ見づらい今日のね。試合、偉大なるカプタン、プージョールが先発です。いや、今日も気合入ってますよいね、プヨやー、ル。そこ違う。開幕前からずっとチームメイトを鼓舞してますからいや、マね。ジか。北構え、違います。闘志あふれるプレーとキャプテンシーでなチーに、ムを盛おう。り上げる生まれながらのリーダーですよね。彼のサッカーに対するまっすぐな姿勢は全ての選手の模範となりますよこの人、ね。てか、そうですよ緑ね。がどやんなべえプな、レーマを見ジせてくれるのか非常に楽しみです。裏のスペースへ、で。OK。オフサイドラでインす。はね、結構高めにね、ギなっリギてリるのんで、とこころをのついた辺んで力すは。が、わずかに飛び出しが早ロかっナウた。ディークリニスだティぞ。アーノ・ロロナウナド、ウド。プジョルだ。勝ったいの。やー、ギリギリのところ狙ってますよね。プジョリングは勝ったぜ。サイドのスペースへ走らせる。サイドを縦に走らいせまやー、す。そこじゃない。出そてこじまゃしなたいというか、か。惜しかったな。オフサイドになりましたけども、最後のダイレクトパスはまあまあ、乗り切れまあ、ればジいいェイでゴ・すコよスタをね。起点にね、やっていきたいとこではあるんですけどね、お相手も多分上手いんでね、ボール持ちますね、結メッ構。シからクリスティアーノ・ロナウド。カハカバーイ、ワンタッチプレーを得意としているようなんですが、これについて今日は警い戒していやー、かなジけれェイばゴ・コなスりタ、ませそんこだね。な。まあ、とにかくスペースのケアになりますよね。人数をかノけー・てドスリッペースをチ、消すノようー・なドディフェンリッスラインを形チ。成して、自分のゾーンを意識してプレスに行くのがベストだと思いますけどもいや、ね。ファールじゃん、こ相れ。手にパスを許すスペースを与えないことが必要になりますよね。ネイマール、自分で行く。ナイス、キエリーネ。ジエゴ、サイナドイのス、スペースジエを使ゴ。います。これ、ロナウドでクロスでいいんメッだよ。シ、ヘディング、いや、マジしか。のぐ、ルーズボール。ナイス。オッケー。はい。はい。メッシー。メッシ、メッシでね、前ここ半でこちょっとこまでボ両ール持っチームてとも落まちだ着スきコアたレい。スの展開が続いています。ここ中ね。切り込む形、メッシ、これ、はい。いやー、入んねえディか。フェンスの看板なプレーにあしっれかり入切りるん込む、だけいいどシュートでな。した。相手の隙を見逃あさのず弾うま道くは追ね、加メッできシましのた得意ね。技そうなですんだね、やっよ。ぱり高い位置で奪えばクここまでリチャンスバは生まれてきリ、ますよね。クリバリ。いやー、緑色すげえな、ほんと。グリーズマン、すごい。一ヌ体コロ化してカンるよテ、ね、チームと。チームとっていうか。ジエゴ、アレクシス・サンチェスがクラブとの契約の件でそ来た、のジ戦ェイゴ・いコをス巡タ、り変われ、無事延メッ長シ。することで合意したことが明ジェイらゴ・コかになっスタ。ています。いやー、メッシでいいな、今インの、そタのープリアまま。で落ち着かせます。そのままメッシでよかったな、マジで。うまいですね。柔らかいボール、いやー、ちょっと待って。これ、モドリッチ戻した方がいいですね。
いや、これモドリッチ戻した方がいいけど。味方を走らせる。だいぶまずい。ナイス。カウンターですね。長いボール縦へ。いやー、そこ出ないか。組み立てながら攻め上がっていく。ナイス。いやー、マジで。マジで、デジマ、マジデジマ。いやー、そこファールか。思うようにやらせてもらえないな、やっぱ。オッケー。これどこ蹴るんだろう。そこか。大きく縦へ。ジエゴコースだ。ロナウド上げといて出すと。ボール繋がります。オッケー、ナイスコーナー。コーナーキックのチャンス。セットプレー鍵握ってくるからな。高さで当然勝負してくるでしょうね。ロナウド、いやこれはわずかに左でした。まあまあいい、一本目かな、シュート。まずシュート打つのが大事。それが一番大事。シュート打つこと。これね。ヌゴロカンテ。そう、食いつかせてくるはずだから。セルギオラモス。ネイマールへのボール、スルーパス。ヌゴロカンテ。インターセプト。カンテやばいな。アレクシス・サンチェス。ジエゴ。いや、来たぞ、ある。これある。受けてくる。来たぞ。いや、プジョル早い。来た。いやー、ちょっと待って、もうちょっとだな。もうちょい、もうちょい、もうちょいだね。いやー、ちょっとやっぱ、こういうとこ決めていかないとな。日頃感謝。ヌゴロカンテのこと日頃感謝って呼んでるから。ナイス、キエリン。いやー、ラモスか、あれ。ジェラール・ピケ。ラモスやばいな。長いボールを送ります。カンテ、えぐいね。グリーズマン。この大丈夫、大丈夫。グリーズマンからのスルーパスをカットしました。チームコスター。アーチのようなパス。ここはカットします。いや、ここのそうそうそう。ビルドアップの際に今のようなショートパスをつなぐ形が非常に多いんですよね。いやー、やっぱフジョル結構やらせてくれないっすね。やべ。チームとしての形になりつつありますよね。まずいね。緩いボール。オッケー。まあ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 。前半はね、こんな感じだけど、まだ後半ちょっとジオコスタ変えましょう。前半0対0。ラガテと組んでいこう。で、ロナウド、ネイマールでいこう。すげえ、もうドリブル仕掛けていきます。サイドからメッシとネイマールで。ゴリっていきます、ゴリって。ゴリって、ゴリって、ゴリってなんぼですね。ゴリって、ゴリって、ゴリってなんぼ。ゴリってなんぼの商売じゃ。やべ、ミスった。ドルトムントとしては攻撃の形はできてますからね。後半も続けていきたいでしょうね。パスを狙え。ここを狙うぜ。俺だけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないでしょうね。さあフラッグは上がっています。狙いましたね。嘘が。いやー、ラモスがいいところにディフェンスしてきましたね。決めようぜ。ピケ、いや、やっぱファーがいいかな。ファーがいいな、やっぱ。やべ、めっちゃ前線に埋めようとしてる選手が。これモドリッチいける？いや、キエリン何しとんの？何しとんねー。何しとんねクリスティアーノ・ロナウド、このボールをカットします。まだありますね、チャンス。さあ、ロナウド。オッケー、ピケね。のボール。いや、早いな、プレッシング。ヌゴロカンテ。
のスルーパス。いやこれ危ねえ危ねえ。ロナウドもうやばいからな本当。ディバラ、クリスチャーノ・ロナウドに渡りましたよ。アレクシス・サンチェス。いやなんで。グリーズマン。ネイマール。さあ繋がるか。オッケー、それは読めるぜ。いやラカテト頑張れ。そっちか。結構苦しい展開ですね。ブジョル。裏へ届くか。スペースへ出す。なかなか思うようにやってくれませんので。グリーズマン。裏を狙っていきます。いやプレス早いね。ディバラ。オッケー。見えましたが止めます。いやーパスを出させてくれないって。クリスチャーノ・ロナウドカットです。いや早いプレス。味方を走らせ。いやマジか。危な。長いボール縦へ。アレクシス・サンチェス。サイドのスペース。いやラガゼといい。このパスが抜ける。勝負ですね。どうだ。ナイス。来た。ベストタイミング。今のは R2 の、ちょい高めのクロスを上げることによってメッシが走ってくる時間を設けれましたね。クロスに頭で応えました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。相手焦ってくるはずだから。いや。先制ゴールを決めました。1対0。ナイス。そこそこ相手結構縦パス入れるの上手いからね。裏に味方を走らせる。メッシの中に。いやここもしっかりディフェンスしました。セルギオラモスからクリスティアーノ・ロナウド、このボールをカットします。いや OK。 前線にボールを送ります。流れを止めます。危ねえ。ナイス。キリン。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ドルトムントとしては自分たちのやりたいサッカーは展開できてますよね。自分で行く。大丈夫大丈夫、対応できてる。 OK。 カットします。アレクシス・サンチェス。いやそれいらんわ。裏のスペースを狙う。長いボールを送ります。おい、いやプジョル強いな。おい、スルーパスを出す。ナイス、モドリッチ。いや、ネイマールもうちょっと粘りてぇな。ふわっとしたボール。フリーで受ける。モドリッチから。いや、プレスすげぇ早い。ここはカットします。ナイス。アレクシス・サンチェス。ちょっとサイド、オッケー。縦ドリブ。どう戦えばいいんでしょうか。まずこの場面で絶対にしてはいけないのが失点ですよね。決して無理はしないことが最優先ですからね。もう時間を稼ぐ形で相手に隙があれば狙っていくスタイルでいいと思いますけどもね。メッシからのパスは通りませんでした。クリバリ頑張れ。スルーパス、チャンス抜けた。ネイマール、クロス。おっさい。いやー、危な。何を逃れます。ネイマール、モドリッチ、裏のスペースへ。あ、いいボールだ。さあメッシ、もういい形ですよ。右サイド上がっていきます。いやーマジか、そこ抜けねえのか。ロングボールを入れてきます。時間ないでしょ。ここ行きたいとこですよね。縦へのボール。ドルトムントとしてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです。今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。来た。さあ打つか、抜けてくる。ドルーズボール。いやちょっと、危ねえ。いやーちょっと危なかったですね。だけどなんとかね。いやーちょっと15コスターの使い方もちょっと勉強しないといけないですね。まだ使いこなせないな。ただミドルシュートとかかなり強いはずなんでね。これメッシ入ったと思ったけどな、これ完璧だと思ったけどな、これ。ということでまあ勝てたことがね良かったです。ということで、まあ、新スカットね、次の試合からもね、新しいスカットなんですが、
頑張っていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、コメントの方よろしくお願いします。ありがとうございました。